つい最近、銀魂を見ていて、兄がぼそっと、小黒視点から見ると、銀時と新橋のポジションは家族で言うとどこに当たるんだろう、と言ってました。おぜひ、冬宮さんに答えていただきたいです。かぐら視点。かぐら視点で見ると、なんか、まあ、銀ちゃんは兄って感じがする。兄。うん。で、新八は、うん、失笑はやめて。喋る前に失笑はやめて。何言いたいことがあったらはっきり。どっちかっていうと、失笑から爆笑になってしまいました。残念です。ゲラ入りました。どっちかっていうと何なの？何って感じ。なんか、どっちかっていうとね、マラオの仲間かなみたいな。ね、どっちかっていうとって、どっちと比べたの？何と比べてメガネなの？どっちかっていうとメガネなんだけど。金八本体とメガネを比べて、メガネなんだ。ひどいね。ひどい。さて、よろずやは何？カグラと兄貴とメガネなの。あと、サダハルトン、ね。サダハルトン。サダハルトン。タダハル以下だよ、もう。まあ、犬は序列をつけるって言いますけどもね。物質ですよ、もうすでに。物扱いっていうのまたすごい、ね。メガネとメガネ掛け機ですからね。ええ。うわ、がっかり。がっかりだ。しょうがねえな、もう。ヤルタリさんのお兄さん、こんな感じですが、解決いたしましたでしょうか。解決になってんのか、これ。メガネです、どうも。続いて。